今まで何気なくやっていたことを、まあ、理論立てて寺先生がお話ししていただいて、やはりちゃんと考えて、まあ、それを感覚として分かったというところが本当に大きな収穫でした。見えないものは顕微鏡があるとどうしても見たくなってしまうので、やはりこう大きく拡大しすぎてしまったり、それもさっき寺先生に、なるべく大きくしないで、で大きくしても見えないところもあるので、それを金属なのかシガなのか樹脂なのか、その触った感覚が違うんだよっていうのがよく分かりました。こういう細い器具がなかったら、削ることになっちゃうんで、シリコンポイントで、こう尖らせなければいけないと。先端を鋭利な状態にしないと同時に刃接器具と造形室を押したことになりますので、位置を覚えておいて、それでこれ一回抜いてますけどね、チョンパをでガーッと振動させたらもう出てくるんです、スッとね。で水を入れてチョンパチップに、形成したところにチョンパチップを入れて確認で、振動して除去したできたかどうかを確認ってなんですね。じゃあすいません、まず左をやって右をやります、お願いいたします。よろしくお願いします。だからこういう感じでくるむような感じで180度回すといい形成できるので、ファイル除去というのは普段をするケースがあまりないのですが、実際に臨床で会った時に心構えというかを作っていくというのが非常に重要なのかなというふうに思っています。